裏口駅舎宇野木駅は、石川県下北市宇野木にある、西日本旅客鉄道七尾線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎を2つ持ち、東口はコンクリート平屋建て、西口は宇野木駅西フレアイ館との併設となっている。互いのホームは、古戦橋で連絡している。七尾鉄道部が管理し、 東口は JR 西日本金沢メンテックが駅務を受託する業務委託駅で緑の窓口が設置されている。西口は河北市が窓口業務を受託する簡易委託駅で駅員のいる時間帯は車内補充券発行機により切ップを発売している。移行課などの交通系 IC カードが利用可能となっており改札には IC カード専用の簡易改札機が設置されている。停車列車は方向別でホームを使い分けるが、一番乗り場は下り方面への入線、発車も可能である。2019年度の1日平均乗車人員は1294人で、ある。石川県統計所によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。特急、小野とかがりびの隣の停車駅は、 のとかがりビを参照のこと、ありがとうございます。